声ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。おはようございます。いや、可愛すぎた。え、マジやったまたいろんなやつやっていきたいね。今日も初めていらっしゃいますかありがとうございます。頑張ってこい。お疲れ様でした。ありがとうございます。湯の香り方ありがとう。めっちゃ近かったなマキツイン新鮮だったね。マキツイン低めツインもあんませえへんし、マクもあんませえへんからさ。可愛く可愛いのできたなって思います。猫がなんかドア閉めた。ルームスにプッシュありがとう。全部可愛い。ありがとうございます。そうルームスに昨日ねルームスにいっぱい写真あげたから、あのアルバムの方にいっぱい写真あげたからまた見てね。あ、目しか見てなかった。嘘つき。巻き巻き。猫ドア閉めるのが、まあ、あっち、なんていう、普通のドアやから、まあちょっと開いてたら閉めちゃうよね。なんかでも今日めっちゃ珍しい、猫たち静かやで。キューズモール暑かった。あー、リリーベですか。昨日はまあちょっと暑そうだったね。でも劇場めっちゃ寒かった。トドスワさんカバーしました知ってる昨日絶対そうあれやなって思って。昨日めちゃ私楽しかったでしたね。ありがとうございます。直面映えのメイトが良かったね。ありがとうございます皆さん。朝晩少し寒くできたね。ね、朝晩は全然寒い。朝に加えて昼も暑いか昼も寒いか、昼は暑いか昼も寒いかが違う。かなり体調一番でね今日は外ひんやりしてます。そうずっとさこの朝ぐらいの気温がいいよね夏もずっとこの気温が一番好き。
昨日公演の後グスプ行ったら、公演の後、公演の後グスプ行ったら、サカサカあやよんに勝負した。坂下さん、坂田さん、あやぴょんさん、4、あれ4って誰、坂下あや4、金木犀がいいから、え、わかる、金木犀にはめっちゃ好き。DMM 見返したら、あゆみちゃん祝食クッチャーがオープニングで映ってました。やったじゃん。はい、お仕事行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってた。あ、やよいさんか、やよいさん、やよいさんや。公演前にスプーン行ったら前に入れなかった。公演前はな、時間的にも多そう。公演後はね、もう遅いから、時間もう、ほんまにやばい。寒暖差のせいなのかさ、アレルギーなのか知らんけどさ、めちゃくちゃ最近鼻水がね止まらないんですよ。本当に片方だけ詰まってとかさ、まあ、春はもうさ花粉って分かってる。でもその、あ、今の季節のさ原因不明のさ、なんか鼻水が一番怖い。昨日ドスプイターアイピさんとユミさんが来て、ユミさんが隣に座りました。え、すごい。さやみが春なんね、アレルギー自体は。そりゃ年中花粉あることは知ってるけど、そのアレルギーは杉、杉の花粉が無理で、あやみ杉やったっけ、杉か、じゃあファーストアップ。今日は私は、私は今日有給取ってて、祭りを取りに行ってる。おお、なんか楽しそう、いいですね。うん、グスプ行ってた。ブタクサっていうあれの花粉、またさアレルギーやりに行かないといけへんな。あれ、猫はな、もうだいぶ慣れてきた方やねん。全然消毒できたけど、あ、そう、網も持った、そこ。そう、てんちゃんがもう嫌って言ってた。ウギーなんかインプレソート、あー、西山ちゃんとまた同じやつかけて出そうと思ったら、西山ちゃんさっき言っちゃって、ほんで見たらまた同じでびっくりした。
炭鉱さんの相方ただのあのかりんさん当たったからめちゃくちゃ自慢してきた。クスプレミちゃんのクスターゲットできなかった。わーなんかさ9分の1やのにさママも言ってた全然ゲットできひんって。でもそうでもさ9期元期研究生やけどの9人やから確率的には前回よりも全然減ってあのアップしてるんですよ出る確率は。やのにさ全然さ出へん、どういうことって。そのやりにママは全部被ってないらしいです。確率あのダブル確率高いのに全部被ってなくて、レガグスプ行ってもメンバーさんに、あ関東のあれ東京関東でもやってる。あもう一個の店あれ関東なん。バンダム物欲センサーが働く。そうやよくないよね本当にそういうの。横浜か。物欲センサーでなんやねん、ほんまに押し出てくれよ。この間一回行って押し詰めてました。やば強引き。いいなちょうだいその運の良さ。あゆみが行った時にその力を使ってアビも推しのメンバーみんな引く。あゆかさんがてんちゃんのサイン入りやってたらしい。すごい。あゆかさん運いいですねめっちゃ。無理がないだよ聞こえた。聞こえ聞こえへんかったんか。マジにわかんやでてあげるよ。もうあんまりちょうだい。でもほんまに頑張るわ。グスプ行った時は自分の運を貯めときます。頑張って貯めて運貯めて。だからもう運使うようなこと何もしないわ。んでもうほんでもうこれに全部かける。グスプに全部かける。自分自分記者恥ずかしい。自分自分記者恥ずかしくはないけどいらんとはなる。自分はいらない。ママにあげるなそれやったら。あでもあみ旧記者のやつ引かへんかも。だって自分出る可能性あるねもん。まあ一回は引くかもな、みんなおるし。自分のグッズいらないタイプの人間やから。豆さん
買い取るかちょうだい。何円？何円で買い取ってくれる？闇のグッズ。嫌やな、自分で買い取、自分のグッズを買い取ってもらうの。なんか。そうそう、誕生読もうかな。危ね。ギネでちょっと怪しいな。よしって、じゃあ誕生日見たいと思います。いきます。13位ひーちゃんさん、ありがとうございます。12位きびだんごさん、ありがとうございます。11位まっそうさん、ありがとうございます。10位ふろしきさん、ありがとうございます。9位なるさん、ありがとうございます。8位せいきさん、ありがとうございます。7位ひろぽんさん、ありがとうございます。6位たつみやさん、ありがとうございます。5位たかまささん、ありがとうございます。4位でこまちびとさん、ありがとうございます。3位けんちゃん、ありがとうございます。2位ととりだろうさん、ありがとうございます。そして1位は野原しんのすけのすけさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、学校頑張ります。もう火曜日ですね。昨日が祝日やったから、多分今週は早く感じるでしょう。すっごい分け方しちゃったけど、まあ大丈夫か。むずい。具体的におかしい、これ。こうかな。多分こうだと思います。今日の1位は野原しんのすけのすけさんでした。ありがとうございます。あ、こんな感じね、こちゃん。この再生むずいわ、書くの。はい、ありがとうございました。ということで、また明日も7時からなのでよろしくお願いします。では今日もありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。バイバーイ。